始めないと。おはようございます。なんかちょっとそろそろさ、おはようの写真がさなくなってきてさおはようの写真なくなってきた。だってパジャトラの衣装、同じ衣装載せすぎてもじゃん、なくなってきた。ただ探したらあるんだけど、ちょっと今日はね簡単にパッパッパッと探しちゃった。おはようございます。でも毎日おはようしたい。でもなんかそのためにおはようの写真1枚にやってるから、そうなくなってもなくならないように。だからね、今日はいちご飴、で明日は何にしようかなって。21日もかけよう。そうなんだよね、なんかすごかったなんか嬉しいなと思って、たくさん写真撮ってもらおうってそうなの。まだ発表されてないけど出る子とかも、他の子も出るから、今回ってさ絶対観光する時間とかないよね。観光したいな、東京観光。私的には東京にいるってことだけで結構さあれなんだから。明日ですねコンサート、明日コンサート早いね。明日7期生と対面してお披露目です。ねえどんな感じかななんか元気な子が多いんだって、若いから。同い年の子と仲良くなれるかな披露目、あれあるじゃないですか、あのニコ生、その時に
その時にお話できたらいいなって感じですけど。多分客席で見てるから知らないけど、多分見てる気がする。うん、泣きすぎ。おはようございます。でもね、なんか全然もうたぶん活しそうな気もするから、あれですね。ああ、私のこと覚えてくれてる子いるかな。覚えてて、か知ってる子なんかさ、あの自分がさ、こうやって先輩にされて嬉しかったことってさ、覚えてるからさ、もうされて、あ、これはされて嬉しかったなみたいな感じ。見せて買ってる薬だからささ、まあ朝だから全体に油ぎっしょなんかけどさ、それをさ、いざ自分がするってなると難しいやんね。なんかね、あ、めちゃくくなっちゃった。今鼻がでかくなった余計に。そうそう、だからまあ前座で言うと、前座の時に話しかけてくれたり、おいでって写真撮影の時に、なんか仲良くしてくれる。私端になることないかな。あのさ、目撃者のさ、端のさユニットってなんだろう。端だったらね絡めるけどでもまあ自分がそれをすることは到底ない。自由が出ないとね。ねえ、頑張りましょうかな。でも泣き手を広め、どんな子が来る。まあこっちはめっちゃ見てるから分かるけど、朝ですよ明日ぐらいになるかな。またなんかさ、もう一回するらしいよ、お披露目前に。何が見切ろう。マジ今日長いから、緊張するね。このさ、何の曲するとかさ、ね、サプライズ発表あるかもしれないからね。なんだろう。でも周年とかかな、早いかな。
周年の詳細発表とか。なんだろうね。でもありそうな気もするよね。夏コンとか季節的には。でもすごい頻度でコンサートするよね、やっぱり。ねえ、何秒だろう。夜だよね、絶対ある夜だよ、夜。わかんないけど、あるな。なんだろうね。あれかな。じゃあ何かしら発表あると予想して。なんか5月7日が、あ、9日か、あっという間に来た。なんかずっと、あ、なんかリハ始めた子まだ4月とかだったのに、あっという間に5月になって、だからね、そう、5月、もう5月だよ、びっくり。あと1ヶ月したらさ、もう1年の半分が終わったってことじゃん。早くね。うん、1年早、もう5月ってこと信じられない。今が5月で、まああと1ヶ月弱で1年の半分終わりまして、7、8、そう、1ヶ月弱だから2ヶ月弱か、2ヶ月弱あって、2ヶ月弱あって、だから5月で始まったばかりだから、2ヶ月弱やったら半分終わったーってなる。これ15分だった？もう少しになるか。16分だから、もう少しだね、多分もうなるはず。先にも読んじゃおうかな。やべ、固まった。私のショールームがランキング読みます。13位マー君さん、ありがとうございます。12位シンさん、ありがとうございます。11位久志さん、ありがとうございます。10位ヤシタンさん、ありがとうございます。9位ワンタンメンさん、ありがとうございます。8位ムックさん、ありがとうございます。7位カベチョロさん、ありがとうございます。6位ちゃんとくさん、ありがとうございます。5位ペシさん、ありがとうございます。4位ゴーくんさん、ありがとうございます。3位ウッチーさん、ありがとうございます。2位赤いグリフォンさん、ありがとうございます。1位ただの魚さん、ありがとうございます。あ、ここペは誕生日624って、ありがとうございます。
あくびしたら涙が出てきた。ありがとうございました。さよなら。じゃあね、さよなら。